でこの回路の電流を求めてみます。まずはインピーダンスのベクトル式ですね。12プラス ゼイ の16オームとこうなります。したがって電流ですねのベクトルは Z.R こうですね。はい、そうしますとこれは12プラスゼイの16でですね、100を割るとこういうことなんですね。そうしますと、12プラスゼイの16ですね、100ですね、これに、12マイナスゼイの16の12マイナスゼイの16とですね、こういきます。そうすると、これは、これとこれけます。144ですね、それから書きますとゼイのゼイのですね、12×16 ですね。はい、で今度こういきますとプラスゼイの12×16 ですね。はい、それからこれ書きますとマイナスですね、ゼイの二乗の256とこうなります。で、分子は 100-12 マイナスゼイの16とこうなりまして、これとこれ消えますですね。はい、そうするとこれはちょんちょんプラスですね、こうプラスになります。256とで、100ですね、ゼイの16とこういうふうになりますね。はい、そうしますとこれは、下が、400ですね、100括弧12マイナスゼイの16とこうなりますので、4分の12マイナス0の6ですね。そうするとこれは4分の12マイナス0の4分の16とこうなりますので、3マイナス0の4アンペアとこうですね。はい、そうすると図面変えてみますとマイナス0の0ですね。はい、まずここですね、実数をですね、実数をこう書きます。はい、それから、この実数3アンペアですね、これは動作の分は IE ですね、これが3アンペアで、これがですね有効ですね、有効電流とこうなります。はい、それから、マイナスですからマイナスの4アンペアですね、これが IQ ですね、これが4アンペアですね、これが無効電流と、こうなりますね。はい、それでですね、まして、これですね、これが I になりまして、ですね、はい、I のスカラー量は、これ3の二乗プラス4の二乗ですから、これ5アンペアですね。はい、それからコサインシーターですね、これは I の I ですから、この5分の3ですね、0.6 と、力率はこれ力率ですね、力率は0.6 とこういうことになります。はい、このような回路のですね電流を計算してみます。まずインピーダンスですね、インピーダンスのベクトルの式は16プラスゼイの12オームとこうなりますね。はい、そうすると電流は、こうなりますね、
はい、そうすると、100を割ることの16プラス税の12ですね。で、まあ、このまま計算してもいいんですけどね、これをこういうふうに、4×25 ですね、4で4プラス税の3ですね。はい、なこれこう訳せますので、これはですね、4プラス税の3分の25とこう計算してみるんですね。これのが楽ですよね。はい、そうすると4プラス税の3分の25かけ4マイナス税の3の4マイナス税の3ですね。はい、そうしますとこれは25倍の4マイナス税の3の16プラス9になりますね。はい、そうするとこれは25分の25、4マイナス税の3とこういうことになります。はい、そうしますとこれは4マイナス税の3アンペアとこうですね。でこれを図面書いてみますと、これマイナスですからマイナスしか書いてませんこれね。はい、そうしますとまずは実数ですね、100ボルトが実数軸になります。それからとですね、IE ですね、 IE が4アンペアと、これが、有効電流ですね。これ有効電流ですね。それからこれですね、こちら側が、IQ ですね。これは3アンペアですね。これは無効電流になりますね。はい、それでこれを合成しますと、からこうですね、これがですね、はい、これは、非相ですね、非相電流になります。入力の電流ですね、これ、入力ですね、入力電流とも言います。ただの電流という場合もありますね。はい、これの大きさは、こちら側が4でこちら3ですから4の2乗プラス3の2乗ですね。これ5アンペアになりますね。5アンペアになります。はい、そうしますと力率ですね。コサインシータは、I 分の IE ですから、これは5分の、4になりますね。ね、そうするとこれは 0.8 と、こういうことになります。